こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャス。私は勇者のユウちゃんだよ。ユウちゃん、なんでそんなアルマジロみたいな姿を。敵モンスターの状態異常攻撃で、こんな姿になってしまったよ。この世界には、いろんな敵がいるわね。しかし、この格好はなかなか防御力が高くて重宝するよ。死なずに町まで戻ってこれた。歩くのも結構早いし、このままでも悪くないな。アルマジロって、草とかを食べるのかな？草なんか食べないよ。アリとか虫とか、そういうのを所望する。生きのいいバッタを持ってきてくれ。ハリーハリーハリー。姿や防御力だけでなく、食の好みまで変わってしまうのね。あ、戻った。はい、生きのいいバッタよ。いらないよそんなの。丈夫な動物の比較は、古来より防具にも使われてきました。今回は、ラメラーアーマーとスケールアーマーについて解説していきます。ラメラーアーマーとスケールアーマーか。結局、どういう鎧なのか、よくわからないね。ラメラーアーマーとスケールアーマー。実はこの二つ、とても似ています。似ているの？似ているわ。どちらも、鱗状の板を重ねて作った鎧です。ラメラーアーマーは、金属の板をワイヤーで繋ぎ合わせた鎧で、スケールアーマーは、金属の板を布や革などの下地に貼り付けた鎧です。なんだかややこしいな。革の鎧に鱗を貼り付けたのがスケールアーマーで、鱗だけをつなぎ合わせたのがラメラーアーマーです。下地になる素材があるかないかってこと？そういうことね。以前に解説したチェインメールにも、下地があるかないかの区別があります。鎖だけをつないで作った鎧をチェインメール、革の鎧に鎖を貼り付けた鎧をリングアーマーと呼んでいました。ふむふむ、そういうことか。革の鎧とか、ベースに使う素材があるものが、リングアーマーってわけだ。そうよ。下地となる素材があるかないかは、動きやすさに関係してきます。例えば、チェインメールは鎖だけなので、動きやすいですが、リングアーマーは、革の鎧が体の可動範囲を制限するので、動きにくくなります。革の鎧は結構硬いからね。でも、下地に革の鎧があった方が、防御力は高そうだね。革の鎧があると、打撃に強くなります。ただ、裸の状態でラメラーアーマーを着るわけではありません。下に防御力の高い服などを着ていました。下にチェインメールを装備し、上からラメラーアーマーやスケールアーマーを装着することも多かったのです。そういうことか。それなら防御力は高そう。ラメラーアーマーやスケールアーマーの防御力は、使っている素材に左右されます。使われた素材は、鉄、鋼、青銅、動物の皮などです。アルマジロではないんですが、仙山甲という動物の鱗も鎧に用いられました。こいつはなんとも硬そうな鱗だね。どのくらい硬いのかはわかりかねますが、ライオンやハイエナが食べるのを諦めるほど硬いそうです。硬すぎる。ラメラーアーマーやスケールアーマーは、かなり古い時代から存在しています。どのくらい昔からあったの？スケールアーマーの方が歴史が古いです。スケールアーマーは、紀元前1400年頃にはあり、エジプトで見つかっているそうです。紀元前1400年って、かなり古いな。久しぶりに、古代のエジプトが話題に出てきたよ。かなり久しぶりね。チェインメールは紀元前4世紀頃から使われていると言われているので、それよりももっと古くから使われています。ふーむ、なるほど。一番古い金属製の鎧ってことかな。そう解釈してもいいんじゃないかと思います。スケールアーマーは古代ローマでも使われていました。ヨリカ・スクマータという鎧です。ローマのヨリカシリーズですか？ローマの鎧であるヨリカシリーズには、いくつかの種類があります。ヨリカ・セグメンタータ、スクマータ、ハマータ、フルマータです。4種類もあるのか。セグメンタータはラメラーアーマーに該当します。ハマータはチェインメール、フルマータはチェインメールとスケールアーマーを融合したような鎧です。これがヨリカシリーズ。革の鎧をより強化するために、金属の板を貼り付けて防御力を上げたものがスケールアーマーですね。スケールアーマーの一つに、ブリガンダインという鎧があります。なんだか、ゲームとかでよく聞く名前の鎧だね。ブリガンディーンとも言いますが、革の鎧の内側に、金属の板を貼り付けた鎧です。鉄板を、革の鎧の表に貼るか、裏に貼るかの違いってことか。この写真がわかりやすいです。裏地に鉄板が貼り付けてあります。ブリガンダインは、中世の12世紀頃に登場し、16世紀頃まで使われたといいます。
同じ時代に、プレートアーマーという騎士の鎧がありましたが、それに比べて動きやすかったのです。ブリガンラインって、こういう鎧だったのか。現在のバリスティックアーマーなどの防御用スーツも、ブリガンラインと同じ構造でできています。見た目は革の鎧、中身は鉄の鎧。その名は名鎧ブリガンライン。革の鎧ではなく、布の服に鉄板を貼り付けたものもスケールアーマーの一種です。下地の素材が布の服ってことか。そうよ。コートオブプレートという鎧がありました。これは本当に普段着のような布の服の中に鉄板を織り込んだものです。歩兵、これも見た目は布の服だね。ジャックオブプレートという鎧もありました。これはブリガンラインに似ているんですが、布や革の服に直接鉄板を縫い付けています。見た目は普通のベストみたいな感じ。でも中にはしっかり鉄板が入っていて防御力が高いんだ。ジャックオブプレートは主に農民などが装備した防具でした。ジャックは英語圏でどこぞの誰かみたいな意味があり、貴族が農民の方をジャックと呼んでいたとかなんとか。それでジャックなんだ。鎧の裏と表両方に鉄板を貼り付けたスケールアーマーもあります。これはスプリントアーマーと呼ばれています。おう、これは防御力が高そうだね。スプリントアーマーの詳しいことは資料が少なくてあまりわからないですが、紀元前4世紀頃、スキタイという騎馬民族が使っていたのが一番古いと言われています。スケールアーマーといってもいろいろ種類があるんだな。ここまでをまとめると、表に鉄板を貼ったものをスケールアーマー、裏地に鉄板を貼ったものはブリガンライン、裏と表両方に鉄板を貼ったのがスプリントアーマー、布の服に鉄板を仕込んだものがコートオブプレート。こんな感じでしょうか。ふわー、いろいろあってややこしいぞ。まあでも全部ひっくるめてスケールアーマーでいいんじゃないかと思います。小さな鉄板を下地の鎧に取り付けたものがスケールアーマーです。ブリガンラインやスプリントアーマーはスケールアーマーの派生みたいなものに思えるね。一方、下地の素材を使わず鉄板だけをつないだものがラメラーアーマーになります。ラメラーアーマーは小さな鉄板だけでできた鎧ってわけだ。そういうことね。鉄板に穴を開け、それを紐で縛ってつなぐというシンプルな構造です。鉄板同士をつなぐ素材には革紐や糸などを使っています。ふーむ、そういう構造になっているのか。ラメラーアーマーは紀元前800年頃、古代のアッシリアで使われたのが最初だと言います。出土品がラメラーなのか、スケールなのか、ちょっとわからない部分もあるそうです。古すぎるからな。ラメラーアーマーは、東の地域でよく使われていました。ビザンツ帝国、中央アジア、東アジア、中国、日本などです。東の防具だったのか。ヨーロッパでは、チェインメールやスケールアーマーが主流になりますが、東の地域ではラメラーが多いようです。日本の鎧もラメラーなの？日本の鎧も小ザネという鉄板をつなぎ合わせて作ったラメラーです。戦国時代の統制不足になると、ラメラーとチェインメールとプレートアーマーを融合したような鎧になります。いろいろ融合されたハイブリッドアーマーなんだね。日本の鎧は個別で解説しようかと思います。ラメラーアーマーはスケールアーマーに比べて動きやすいという利点があります。それは鉄板同士が紐でつながっているため、それらが全て可動部分となるからです。戦車の履帯みたいな感じかな。大体なんとなくそんな感じよ。なぜ東の国でラメラーが多かったのかはわからないです。馬に乗って弓を射る文化の影響でしょうか。動きやすいに越したことはないと思うけど。東の国は騎馬民族だらけです。そういう関係でラメラーを使っていたのかもしれません。東の騎馬民族と戦うことが多かったビザンツ帝国ではラメラーを装備していました。円盤みたいなものがついているぞ。これはビザンツで使われたクリバニオンと呼ばれるラメラーです。西ヨーロッパで主流だったチェインメールよりも優れた鎧だったと言います。確かに強そう。中世ヨーロッパの防具の装備の仕方について触れていきます。スケールアーマーやラメラーアーマーは服などの上から着ます。逆に裸で直で着てたら引くけどね。でも古代ギリシャの戦士とかは裸で直で着てるような絵があるわね。それって服を描くのがめんどくせえから裸でいいやとかいう理由じゃなくて。どうなんでしょうね。そういう可能性もなきにしもあらず、チェインメールの上から着たり、先ほどのコートオブプレートの上から着たりもします。合わせ技で防御を高めたってことだね。
下地の服にはガンベソリやタブレットという服もありました。タブレットには普段用と戦闘用のものがあります。戦闘用、普段用、保存用、鑑賞用の最低4つが必要になるね。ガンベソルは戦闘用の服です。服の中に綿などを詰めてショック吸収機能を強化したものです。単独で鎧とすることもありました。綿を詰めた服だけで戦場に出るのは無謀ではないのか。中世の時代、鎧を買う余裕のない人がガンベソンで戦うのは一般的な光景だったようです。兜は装備していましたが。そうなんだ。それにしても何をするにも金だな。世の中とはそういうものですよ。お金のある人はガンベソンの上にチェインメールを着て、さらに上からスケールアーマーを着たのです。成金騎士がよう、どうせ親の代から金持ちのボンボンなんだろ。またミラーアーマーという胸のところに頑丈な鉄板をぶら下げた鎧もあります。これもチェインメールの上から来ました。シャフルの鏡じゃないですか。ミラーアーマーって呪文も跳ね返せる優れた鎧なのかと思ったら、ただ単に中華鍋をぶら下げたような鎧だったのか。わかりやすく言えばそういう鎧ね。ビザンツ帝国のクリバニオンもミラーアーマーになればよ。そうだったのか。でも確かにこれなら呪文も跳ね返せそうだ。ミラーアーマーはディスクアーマーとも言います。オスマン帝国では倒したビザンツ帝国のミラーアーマーを改良して使っていたと言います。これはスケールやラメラーを強化した鎧で17世紀頃まで使われました。ふーむ、なるほどね。プレートアーマーも下に服を着てって感じなのか。大体同じです。ダブレットやガンベソンの上からプレートアーマーを装着します。全身鎧、戦闘服、アクセサリーがまあ安定の装備だからな。何の話？プレートアーマーは中世の後期に登場した鎧です。水車を使ってハンマーを叩く高性能な機械が発明され、板金加工技術が高まり開発が可能になりました。プレートアーマーは新発明の産物だったのか。武器屋のお姉さん。いや、なんだか鎧もややこしいね。そうね、なんだかいろいろあってややこしいわね。鎧の部位やパーツの名前まで踏み込むとさらにややこしくなるわよ。マジか。日本の鎧でさえしころとか脅しとか、およそ人生でほとんど関わりのない言葉がたくさん登場するわ。しころって何ですか？殺しのことですか？チャンネルとかシースーとかのノリですか？兜の部位の名前よ。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。